平野紫耀、神宮寺勇太ユータとシンガポールの植物園での楽しいプチ旅行。シンガポール、日本の人気アイドル、平野紫耀がインスタグラムを使って彼の最新のプチ旅行についてファンと共有しました。彼は神宮寺勇太ユータと共にシンガポールの美しい植物園を訪れ、その素晴らしい経験を共有しました。 この記事では、その旅行の詳細と写真について詳しく見ていきます。神宮寺雄太とのプチ旅行。平野紫耀は、10月25日に自身のインスタグラムアカウントで、シンガポールへのプチ旅行の写真を公開し、ファンたちに楽しい瞬間を共有しました。この旅行は、彼のナンバー愛の仲間である神宮寺雄太と共に行われました。 岸シユタが所属する事務所と米への合流前に、二人はシンガポールで素晴らしい体験を楽しんだようです。前日のストーリーズで、平野塩は、にはキ君来る前に、ジンとプチ旅行をシンガポール行ってきたから、明日写真あげようかしら、とファンに伝え、旅行の興奮を示していました。このプチ旅行には、アイドルたちにとっての貴重な休息とリフレッシュの機会だったことでしょう。 シンガポール植物園の魅力。平野志洋が訪れたシンガポールの特筆すべき場所は、シンガポール植物園でした。彼は投稿コメントで、植物園を行った、と述べ、この美しい場所での冒険をファンと共有しました。シンガポール植物園は、その壮大な自然美と多彩な植物コレクションで有名です。平野志洋のインスタグラムに投稿された写真は、 この美しい園内で撮影されたもので、ファンにその美しさを伝えるものとなっています。彼の投稿には合計で10枚の写真が含まれており、植物園で過ごした楽しい瞬間が詰まっています。滝のように水が上から落ちてくる場所で、平野塩と神宮寺雄太は幸せそうな笑顔を見せ、その瞬間を写真に収めました。さらに、 たくさんの美しい植物が背景に広がり、アイドルたちがピースサインをしている写真もあります。彼らはシンガポール植物園を訪れ、その美しい自然環境を楽しんだことが伝わってきます。平野志耀と神宮寺ゆうたはサングラスを着用していたこともファンの注目を集めました。彼らのスタイリッシュな外見と笑顔は旅行の楽しさと幸せを反映しています。 ナンバーアイの活動とトベへの所属。このプチ旅行が行われた背後には、トベ、テイクオーバーザ・ビヨンド・エンターテインマントへの所属と、ナンバーアイとしての活動があります。神宮寺雄太と平野潮は、7月7日にトベへの所属を発表し、ファンにとっては嬉しい驚きでした。 その後、10月15日には、岸優ユタが戸部への合流を果たし、神宮寺、平野、岸の3名で、ナンバーアイとしてのグループ活動が発表されました。ナンバーアイは、戸部を拠点として活動するグループで、3人のメンバーがファンに楽しいコンテンツを提供することが期待されています。 ファンたちは3人のアイドルが飛べでの新たなステージでどのようなパフォーマンスやエンターテイメントを披露するのかを楽しみにしています。平野市洋と神宮寺ゆ太のシンガポールでのプチ旅行はファンにとって楽しい驚きと素晴らしい瞬間でした。彼らの笑顔とシンガポール植物園での美しい写真は自然の美しさと友情を称賛しました。また、 トベの所属とナンバー I としての活動が彼らのファンにとってはさらなる楽しみと期待をもたらしています。今後の彼らの活動に注目しましょう。